おはようございます。おはようございます。ご紹介いただきました、自分の世界を担当します、アロリソファーと自分は2人で担当いたします。皆さんにご協力をいただき、最後まで頑張りますのでよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。私はトイと申します。ベトナムから来ました。今日は日本に来てから変わったことをお話しさせていただきます。日本の会社に入って日本に来られてよかったと思います。私は両親のために日本で働いてお金を稼ぎたいと思うようになりました。さて皆さん、幸せとは何だと思いますか？小学校から今まで日本のアニメとゲームが好きです。私は子供の頃毎週祖父と田んぼへ行ってうなぎを探したり、それだけではなく日本料理ではラーメンとカレーが大好きです。ジャカルタがインドネシアの首都だと、バンドゥンは西ジャワの首都です。現在にはすごく嫌いなところになりました。早くインドネシアに帰りたいですが、まだ3年間日本で仕事をしなければなりません。だから今頑張って仕事をし、日本語の勉強を続け、日本語入力試験 N2 を合格したいです。ご清聴ありがとうございました。第2部の司会を担当します、サワル・ウディマンとルアモア・ナンです。2人で担当いたします。第2部はギター演奏や歌など楽しい内容がいっぱいです。ご期待ください。Thank you.
素晴らしいでした。これで第2部の司会を終わります。司会はサバルブディマンとルオノアンアンです。皆さんのご協力ありがとうございました。